プーティンのステーキの、いいんじゃないでしょうか。お肉の余韻にチーズポテト最高。皆さんこんにちは、シトアノンです。この前さ、海外のフードコートをご紹介みたいな動画を見たら、ポテトにチーズとソースがかかったプーティンという料理が紹介されてて、そんな凶悪な料理このチャンネルで見逃すわけにはいかんよね。ということで今回はカナダはすげえよ、プーティンのステーキのせを作ろうと思います。主役のジャガイモを切ります。ポテトさ、難しいよね。普段調理しないじゃない、ポテトって。それらしい形に切っていけばそう見えるなとは思うんですけど、ポテトっぽい、いいんじゃないかな。これケンタッキーとかね、モスっぽい感じですね。お水を入れて10分間水にさらします。10分経ったら水から引き上げて水分をキッチンペーパーで取ります。ちゃんと上も下も混ぜて水気を切りましょう。170度の温度でだいたい7、8分ですね。おうちポテトって特別感あるよね。お店で食べるのとはまた違う特別感があって、アノもすごく好き。和解にいた時は天ぷらの日にお母さんにジャガイモをあげてもらってた。ポテトにして天ぷらとそばとポテトだった。皆さんはどこのポテトが好きですか？マックの細長いのも美味しいし、ケンタッキーとかのさ、ずんぐりむっくりなのも美味しいよね。ミニストップ X のやつとか、ココスのカリカリポテトも、ぜひコメント欄に好きなポテト書いてください。いい感じに色もついてきましたね。ちょっとさ、ザクザク感が出てきたから音聞いてみて。いくよ。こういうかな。あんまやりすぎると怒られそう。ポテトが上がりました。すっごい美味しそう。ホクホクでカリカリの最強ポテトだね。いやー、いいっすね、おうちポテト。塩を振ります。濃いめでいいかもしれない。ステーキを焼きます。火加減は中火ですかね。今回はですね、黒毛和牛のランプ肉を用意しました。安くなってたのよ。ひっくり返しまーす。おお、いい加減ですね。だいぶ大きいお肉なんで、側面をこうやってしっかりめに焼いていきますけども、お肉が焼けました。ちょっとこのまま休ませておきます。揚げたポテトを天板に移して、チェダーチーズを乗せていきます。ちぎってね。あ、意外と見た目的にはこれくらいでいいじゃんって思うんだけど、溶けると思ったほど広がんないんだよね。自分が思ってるよりちょい多めくらいに入れた方がいいと思う。180度のオーブンに入れて5分焼きます。オーブンない人はトースターでアルミ引いてやってもいいと思う。お肉をカットします。いい感じに焼けてるといいな。焼くのと切るの上手くなったな。どこ切っても美味しそう。今までで一番上手かもしれない。ビーズが溶けました。ステーキを丸ごと1枚どんと乗せて、ガーリックバターをたっぷり、軽めに胡椒をかけて、パセリをちょっとだけ乗せて、できた。甘いんだよ。でんぷんの甘みを感じるよ。本場カナダではグレイビーソースってソースをつけるらしいんだけど、作ってみたらドロドロの魔人ブーみたいなソースできたのね。で、本来はかけなきゃいけないんだけど、すいませんがちょっとサムネ的にうーんって思ったので、今回はディップして食べようと思います。赤ワインの味がさ、結構濃いめのソースだから、ぶっちゃけ好き嫌い分かれます。いただきます。だいぶ大人な味ですね。お肉と一緒に食べよう。ポテトを乗っけて、アメリカ版肉寿司っぽいね。いただきます。なんじゃましょ、これは。
お肉の脂が溶けると同時に癖になるガーリックバターの香りが広がって、お肉の余韻にチーズポテト最高。そんなわけで今日はプーキンのステーキのせを作ってみたんだけど、美味しかった。まあ当たり前なんだけどね。これさ、乗せるチーズの種類と量を変えてみたり、ホワイトソースやデミグラスソースでも美味しいと思う。アレンジのしがいがあるお料理でした。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では、次の動画でお会いしちゃうぞ。シトハナンでした。バイバイ。